今回は天心流において浅く切るということの意味を、もう一度確認しています。まあ、多くの方がこれ誤解しています。まあ、天心流の特徴一つは浅く切るです。もちろん、深く切る切り方もできなければいけない。これは石井先生の、言葉で言えば、切り分けろということにおいて、使う場合は使うんです。ただ基本としては浅く切らなければいけない。で、代表的な言葉で説明しているのはこの切先三寸、まあ、切先三寸というような言葉。三寸というのは、3.03cm、現代の、cmで考えると、なので、まあ、およそ 9cm 切り先で切れるということを、まあ、特によく、指導しています。なので、それをもう基準として考えてしまって、対面の時にちゃんと切れないという事象が非常に多く、見受けられるようになりました。まあ、そのあたりのことをきちんと説明しておこうと思います。で、通常半身の切り方、いつも言ってるようにつくようにして切れるということです。これによってできるだけ遠くを切るということが可能になって、相手と自分の体は、まあ、近づくことなく、攻撃することができる。これが特徴になります。まあ、切り方として見てもらう、これは腕を上面、上下、見た、俯瞰的に見た、断面図だと思ってください。ここは骨として考えたときに、まあ、通常の万字、抜きとかでやったりするとこのように、つくように切り裂いていく。もしくは、まあ、右側から、まあ、左側から切るときにこうプツッと入ってサクッと入って戻すというような形の切り方になる。まあ、これが通常の考え方です。それに対して対面の場合は実は違います。切先三寸では切りません。この時使うのはおおよそ物打ちと呼ばれるような場所です。物打ちっていうのは定義が曖昧な部分があるんですけど、ここでは、刀身のおおよそ3分の1ほど、いった場所、何センチというのはちょっと言えないですけれども、まあ、つば元、切先までを3分の1ずつ3分割した場合の、まあ、切先からここの3分の1到達点あたりを、大体物打ちと捉えましょう。刀自体つくようにし切ってしまうと、対面の場合は刀止まってしまう、やや横に振るようにして横幅を広く切るのが特徴です。だから、まあ、この半身で切る場合と対面で切る場合の一つの特徴の違いは、点で切る、点を狙うのに対して面を切るということが違いとなっています。まあ、横一文字に切っていく場合が多い。そうした場合においてこのような切り方をしてしまうと、まあ、切先が入ることなく刃が止まりやすいというがあるので、刃はまあかなり横にした状態にし、物打ち近くを、まあターゲットの表面ですねに当てるようにします。まあ、部位としてはここがも、ここか、まあ、上から見た俯瞰図で骨のある場所で当たるときに、この辺りここですね、一番前面部が物打ちに当たる、そして入っていく。まあ、このようにしないと深く切れないんですね。深くというのは奥深くという意味ではなくて、正しく切るという意味です。当たり前ですけど、切っ先をこう添えるようにして、こういう切り方をしたらもう非常に圧力がなくて食い込まないんですね。で、こういうふうに切っていく場合にはもちろん切れないんですけれども、そうではなく横に切るなら圧が弱い。だからこのようにして、まあ、物打ちのあたりを添えるようにして横に引いていくことで切っていく。だから物打ちから切っ先までを使って働いて切っていく。これが基本的な対面の、切り方の原則になります。それがどうしても切っ先三寸入れて、切るっていうイメージなので、すごく浅く、しかも腕の振り子運動で、切っ先は後ろに行ってしまうので、どんどん浅くなっていって、実際に切る場合には、まあ、もちろん表面上は切れるんでしょうけど、相手に、有効な、ダメージを与えるほどの切りにはなりえない。書いていますけれども、この面積で比率、まあ深さですね、切ってる実際の深さであったり、切った範囲の面積を考えると、ほぼほぼ、半身で切っても対面で切っても同じということに実はなります。だから浅く切るという言葉で対面を切っていて、ほとんどの人が当たりはすれども切れはしていないっていうような、切り方になってしまっていると。まあ、もちろん骨に到達するようなフルスイングで切るのではないんですけど、まあ、衣類を切ったりとか、まあ、表面上浅く切るとか、まあ、肉は切れても本当に浅いので、まあ、筋を断つには至らず、相手はまだ、継続的に戦うことができるということになっている切りがほとんどになっていると。なので物を実際置いたらほとんどスカスカっていう感じで、まあ、木刀で、まあ、木刀を当ててみるっていうようなことになると、まあ、軽い当たりになるか、まあ、フルスイングみたいな、まあ、こういう前に切っ先が出る働きでぶち当てて引っかかって次には切れない、
まあ、2本立てれば分かるわけですね。左右2本に木刀を立てて当ててみれば分かりますが、まあ、そのような切り方になってしまうということになります。まあ、これが半身と対面の切り方の実はまあ根本的、究極的な違いです。まあ、実際はこれはもう状況に応じて深さっていうのは変わってくるんですけれども、まあ、これはもう対面であるがゆえに間合いも異なってくるっていうところも関連して非常に重要な考え方となります。浅く切る。まあ、浅く切るんですけれども、まあ、それは非常にテクニカルですね。な切り方をしている。非常に技巧的技術が必要ですね。な切り方であるということも合わせて。覚えておいてもらえればと思います。以上、今回は浅く切るということの意味について半身と対面で、比較して解説をしました。よろしくお願いします。